不完全犯罪。どうも皆様、おはこんこん、みつキックバスターです。さあ、今回はですね、リクエストがあったんで、僕の普段の喋り方というか、まあ僕はね、関西在住っていうのは何度か言ってると思うんですけど、それでね、実況をやっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。では行きましょう。今回やっていくのは不完全犯罪。まあなんだろうな、推理ゲーっぽいバカゲーというね、話を聞いてるんで、やっていきましょうか。ちょっとね、油断するとすぐね、標準語になってしまうんですけど、この作品はフィクションです。登場する事柄はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。ということで、さあやっていきましょう。時計かな？この音は。お。青山若葉、そこでボブはこう言ったんだ。まるでスベスベケブカガニみたいだなってね。さすがボブね。誰やねんボブって誰やねん。南雲博之、くぅ、やっぱボブは男の中の男だな。芹沢雅人、ああボブの柔軟さにはかなわないさ、かなわないな。それにしても、ああ外で遊びたいな。同じく雨上がりでまだぬかるんでるぞ。足を捕らえて転ぶかもしれないし、泥だらけになっちゃうかも。そりゃ嫌だな。同じくしか言わんのかいこいつ。そういえば若葉、いつきさんは、姿が見えないようだが、兄ちゃんなら部屋にこもってるよ。なんかやることがあるみたい。やることって？よくわかんない。どこかに出かけてたみたいなんだけど、帰ってくるなり部屋に行っちゃったから。おいおい、あの人また何か企んでるんじゃ。あー、事件の始まり。今の兄ちゃんの声だ。おおおお、早いな。足早いな、お前ら。兄ちゃん。あ、死んでるんだよね、多分。いつきさん。これは。何が起きたんだ？お、あ、探索パート来ましたね。この部屋すごい匂いがこもってたな。何かが腐ったような。それが、ん？それか発酵したような感じのやつが。発酵？腐ってたり発酵してたり。いつきさんに目立った外傷はないみたい。どうして気絶したのかしら。目立った外傷はない。上着のポケットには未開封の小豆かっこ業務用が入っている。非常食かな。変なものは入っていない。これは机かな。机というか椅子か。白い椅子。明かりは消えている。部屋は出れないよね。そらそうだよな。漫画や小説が綺麗に並んでる。新刊買ったんだ、後で借りよう。いや、そこじゃねえやろ。そこちゃうやろ。敏感肌兄ちゃんに優しいコットン 100% だよ。いや、言うとる場合か。青っつ。あ、OK、OK。セーブは多分いらんでしょうと思うんやけどね。何か食べようとしていたのかな。缶切りが落ちている。缶詰はどこだろう。あ、缶切りでも缶詰がないってことやろ。ベッドは整頓されてる。今年のカレンダー、私の誕生日まであと3ヶ月だよ。窓ガラス割れてる。お、何やこれ。テルテル坊主が吊るされてる。兄ちゃんが作ったのかな。時計は規則正しく動いている。で、正幸だっけ？正とかシャワー。さっきのは窓が割れた音だったのか。割れたガラスで怪我をしないように気をつけろよ。破片はほとんど外に落ちているようだ。外から笑えたわけではないのか。これ多分、今までの証言見てたらなんとなくもうつかめたんですけど。だって、缶切りがあるんでしょ？缶詰でしょ？で、破片が外でしょ？いや、間違いなく外投げてるやんと思うんやけど、僕だけかな、これ。匂いが強いって言ったら、匂いの強い缶詰言ったらもう僕あれしか浮かんでこないんですけど。そうか、わかったぞ。すべての謎は白日のもとにさらされました。漂う異臭、外傷のない被害者、内側から割れた窓ガラス、そして缶切りのみが残された部屋。そう、これは密室殺人事件だ。
嘘ーん。いや、いつきさん気絶してるだけだし、鍵も開いてたから密室じゃないし。そうだよね。そう、若葉ちゃんおバカなのかな、この子。兄ちゃん、兄ちゃんの仇は必ず取るからね。無視かよ。ダメだこいつ、完全に楽しんでる顔だ。まあ私たちも暇してたし、いいんじゃない。暇つぶしに殺されるいつきさんって、こうしちゃいられない。犯人はきっとまだ近くにいるはず。さあみんな行くよ。あーもう、はい警部殿、ノリノリやな。もう男二人は冷静やな。ごめん、俺もちょっとなってきたんかい。なんやそれ。ダメだこりゃ。いや、マサトさんは冷静やな。いや、マサトさんはなんか長男っぽいからすごい、うわ、なんか外に出たよ。冷静であり、あってほしいからよかったけどさ。探索パートこれ。おー、早いな。公園。あれは？え、あら？林先輩？ど、あ、もう、これも分かった気するけど、まあいや、言わんとこ、今は。遅かったか。ついに第二の殺人事件までもが。その設定、いつまで続けるんだ？ここも、ああ、そうそうね。探索パート。ブランコって人気だよね。トニーブランコ。いや、違うな。これは何？あ、あれか、水飲み場か。雨水が溜まってる。ちょっと、調べられそうな。この辺りは特になんもないですね。この石みたいな。これも多分、ああ、出れるんかい。そこは出れんのかい。ぬかるんだ地面には、先輩の足跡なの。一体どういうことだ？ちょっと待てよ。いや、まあ、うん、ちょっと待てよ、じゃないわ。先輩がこうやって来ただけの話でしょ、多分。先輩、気絶してるわね。頭に大きなコブがあったけど、何か関係ある？いや、もう絶対そうやん。もうわかるでしょ、皆さんも。もうわかったでしょ、多分。僕はもうわかりましたよ。近くに落ちてた缶詰か、変な匂いがする。つい最近似たような。ほらやっぱり、もう確定でしょ。サッカーボールかこれ。ベンチは湿ってる。今座ったらお尻が濡れちゃうかな。こっちのベンチは調べられないね。これか缶詰。あ、これか。蓋が少し開いた缶詰が落ちている。はい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 、やっぱりね、やっぱりね。もうあれやん、あれしかないやん、もうあれしかないやん。こんな、まあこれはね、別に推理ゲーじゃなくてバカゲーなんでね、どっちかというと。第一の事件、そして続く第二の事件、これらはとても難解なものでした。お、ヘッポコ系、ヘッポコ警部の推理が始まったぞ。被害者の身の足跡、そばにあった缶詰、そして先輩の頭には大きなコブ。あるよね、こういう推理物でこのうろうろしながら解いていくやつ。そう、二つの事件の犯人は、おっと、え、え、いや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 、え、違うでしょ。え、ちょっと待って、え、待って、え、こっから選ぶん。え、これでも多分誰選んでも違うわっていうツッコミが入るパターンじゃないんこれ。え、やと思うんやけど。じゃあちょっととりあえず一番冷静なマサトさん選んでみるか。芹沢マサト、犯人は君だ。なんやこのシーンは。こんなシーンいるか。若葉、どうかしたのか。マサト、そんなに兄ちゃんのことが憎かった？林先輩に何かされたの？は？そらそうなるわ。そらはよ。幼馴染の情けだよ。誰にも言わないから。だからお願い、自首して。ん？お前何言ってるんだ。うん、ですよね。そらそうなるよね。だって、マサトなんでしょ？今回の連続殺人事件の犯人。まだ続いてたのか、その設定。わかった。順を追って整理しよう。お、さすがマサトさん。
ぱこういう時一番冷静な人選んどいてよかったね。まず最初に五木さんが被害に遭ったと思われる時間、俺はどこにいた？一緒にいた？そう。あ、これで証言が必要ってことか。次に林先輩を見つけた時、一番最後に公園に着いた俺に先輩を襲うことができると思うか？多分無理だと思う。最後に、俺が犯人だという証拠は？ない、ないんかい。ということは？マサトは犯人じゃない。ようやく理解したか。そもそもこれは殺人事件なんかじゃ。よかった、マサトはやっぱり白だった。おいおいおい、都合ええなこいつ。やれやれ。ごめんね、マサトさん疑ってもって。これ嘘？全員選ばなあかん？なんでやねん、なんでやねん、なんで、絶対違うやんみんな。林隆彦、犯人は先輩だ。若葉ちゃん、それはちょっと。先輩が犯人だ？俺たちに気づかれることなく家に入ってきて、五木さんを襲ったっていうのかよ。言っていい冗談と悪い冗談があるぞ。若葉ちゃん、古ぼっこやんけ、もう。ごめんなさい。素直なのはええけど。結局、全員選ぶパターンか、じゃあ。この子で。西野まなきでよかったっけな。犯人は君だ。またや。またこのシーン入る。もうええって。もうええって分かったって。嘘だと言ってくれ。え？君は、君だけは違うと信じていたのに。ああ、バレ、え？なわけないよな。だってこの子乗る子やもん。そう。五木さんのことも、林先輩のことも、全部私が、やってないわよ。うん、ですよね。うん、知ってた。へ？だって、五木さんの悲鳴が聞こえたとき、若葉ちゃんと一緒にいたじゃない。林先輩のときは、若葉ちゃんの後に公園に行ったでしょ。私に二人を襲う時間があったと思う？確かに。それに、大親友の若葉ちゃんが悲しむようなことをするわけないじゃない。あ、女の友情成立や。疑ってごめん。君は今までもこれからも白のままだよ。分かってくれたらそれでいいのよ。おー、またか。南雲博之、犯人は君だ。最後っすね、多分。ん？大丈夫。世界で敵になろうとも、私だけは味方でいるからね。は？さあ、みんなで気づかれる前に早く逃げるんだ。青山。俺、犯人じゃねえからな。違うの？違うわ。お前より遅く公園にいたのに、どうやって林先輩を襲えるってんだよ。そもそも五木さんの叫び声が聞こえた時一緒にいたじゃねえか。そういえばそうだった。もうアホやん、この子。なあ、それ本気のやつ？それともわざと？わざとだよな。怒ってる。ということで、南雲博之は白です。みんな白やちゅ。あ、これで全パターンいきましたね。で、結局犯人は誰なんだよ。犯人も何も、これはただの不良の事故が偶然重なっただけだろ。そうね、五木さんの先輩が気絶していた原因はわからないけれど。いや、わかる。ある意味では事故かもね。でも、この事故を引き起こした犯人はちゃんといるよ。みんなでもない、林先輩でもない。となれば、残るはあと一人。それは、そう。五木先輩よ。先輩じゃねえわ。間違えた。青山五木、兄ちゃんこそがこの事件の真犯人だ。五木先輩というか、五木さんが犯人っていうのはちょっと違う気はするけど、まあいいか。五木さんが犯人ってどういうことだよ。彼は被害者でしょ。根拠はあるのか。じゃあ一つずつ確認してみようか。まず一つ目の事件、私たちは兄ちゃんの叫び声と、ガラスの割れる音が聞こえて慌てて部屋に行った。そこで気絶している兄ちゃんを見つけた。兄ちゃんには目立った外傷がなかった。つまり怪我をしていなかった。それならどうして気絶していたんだろう。形のない凶器ってことか。そんな魔法じゃあるまいし。あ、部屋にこもってた。
そう、あの一瞬、あれこそが兄ちゃんの気絶した原因なんだ。だからどこも怪我してなかったのね。それならあの異臭の原因は？それは第二の事件で見つけているよ。シュー、まだいいか、言わんとこ。第二の事件って公園で先輩が倒れてたやつだよな。そうか、缶詰か。先輩の近くに落ちてた缶詰、開いた蓋の隙間から、部屋と同じ異臭が漏れてたな。なるほど、あの缶詰はもともと五木さんの部屋にあったものだったのか。だから、部屋では缶切りしか見つからなかったのね。けど、それなら先輩が気絶した原因は？先輩の頭には大きなコブがあったよね。近くに石があったけど、ぶつかった跡は見当たらなかった。地面には、先輩の足跡だけがついていて、誰かが忍び寄って殴ったとも考えにくい。缶詰が当たったとか。そうか、あの時の窓ガラスが割れる音は、缶詰が窓を突き破る音だったのか。そうです。窓を突き破って飛んできた缶詰は偶然にも公園にいた先輩の頭に当たり、そしてそれが原因で先輩は気絶したんだ。なんて不運なの。先輩かわいそうやな、さすがに。そしてその缶詰を投げた人、それこそが兄ちゃんであり、第一の被害者でもあり、この連続事件の真犯人だったんだ。すべての事件の全貌はこうだ。ついに手に入れたぞ、あのシュールストリーミングを。そう、こいつや、こいつ。主にスウェーデンで生産消費される塩漬けのニシンの缶詰。その強烈な匂いから世界一臭い食べ物と評されることもある。ウィキペディアかい。イツペディアやめなさい。よし、早速実食だ。くっくっすー。そういうことかい。これはくそつぬ無念。いや、無念ちゃうわな。部屋で開けんなっちゅう。これ絶対部屋で開けたらダメなんすよ。はぁ、やっぱり夕暮れ前の散歩は楽しいな。今日は散歩できないかもって心配だったけど、雨が上がって本当によかった。さて、散歩も満喫したし、そろそろ帰ろ。ピャインピャインってなんやねん。うん、まあそうっすよね。こうして不完全犯罪はその幕をひっそりと閉じたのであった。いや、閉じてない。コケじゃねえよ。ギャグやんけ、もう。ん？あ、いつき。ああ、ひどい目にあった。まさかあれほどの威力とは。世界一臭い食べ物の名は伊達じゃないということか。うん、いい勉強になったな。さて、早く缶詰を回収しないと、異臭騒ぎで通報なんてされたらシャレにならんしな。どこまで飛んでいったのか。ん？みんなでもない。あ、みんなでもない。林先輩でもない。となれば、残るはあと一人。あれは若葉の声。いつものメンバーもいるみたいだな。え？俺が気づいてる間、そんなことになってたの？しかも、林まで巻き込んでた。マジかよ、おい。よし。家戻って、兄ちゃんを問い詰めるぞ。はい、警部殿。そろそろ意識が戻っているだろうしな。一木さん、今回ばかりはかばえないぞ。若葉たちがこっちに来る。まずい、ここはひとまず。なんだっけ、これ36系か。36系逃げるにしかず。いや、逃げんのかい。兄ちゃん逃げんのかい。お、なんか、あ、エンディングありがとうございました。不完全犯罪。いやー、もう、突っ込みどころが満載でしたね。いや、でも面白かった。やっぱこういう短編でね、さらっと終わらせられるのが一番いいんすよね。もう、カバちゃんもアホやな。ほんまにアホやな、もう。なんやろな、マサト先輩、マサト先輩じゃない、マサトさんぐらいかな、まともな人。林先輩は、まあでも被害者じゃ被害者やけど。ねえ。まあ、ノリのいい子は、マナキちゃんかな？まあ、置いといて。なんやろね。うん。いや、もう、このノリは好きやけどね。僕はすごく好きでした。いや、もう、最初から分かってたもん。だって、もう、部屋の状況見た瞬間からもう、缶詰外に投げたんやなって。
わかったもん。もう、まあ、不完全犯罪とはよく言ったもんよ。サンキューフォープレイングありがとうございました。お子様ランチさんありがとうございました。楽しかったです。いやもうなんかね、もう何も考えずにプレイできるこの感覚が素晴らしい。終わり。あー、おー、なんか舞台挨拶みたいになってる。舞台挨拶じゃねえわ。あれか、最後の。お、おまけ部屋。あ、行きましょう行きましょう。はい、行きます。え、なに？え、なに？え、うん、ブタさんやん。はじめまして、このゲームの作者です。この度は本ゲームをプレイしてくださり、大変ありがとうございました。ゲームクリア特典といたしまして、ささやかながらおまけ部屋を用意しました。部屋に点在しますキャラたちに話しかけますと、簡単なプロフィールがわかります。あ、マジか。ここはどこ？おまけ部屋。本編には、登場しない。あ、若葉の部屋なんだ。今時の女子高生の実質が分からず勘で作っています。あはは、なるほどね。このゲームは作者の実の姉から提供していただいたシナリオを元に作っています。クレジット表記を拒否された。あ、そうなんや。へえー。探索少々謎解きは一切ない。あはは、なるほどね。楽しかったです。ホラーが苦手なのに無謀にもホラーゲームを作ろうとして愚か者です。あー、はいはいはい。案外ね、そういう人が作る方が怖かったりするんですよね。若葉、私に解けない謎はありません。なんちゃって。青山若葉、本作の主人公、高校2年生、直情型のちょっとつ盲信タイプ、ガサツに見えて結構乙女チック、情に厚くその性格ゆえが、ゆえか顔が広い、なぜかお年寄りにとても人気があり、お菓子を与えられ、餌付け。西野秋、あ、秋か。間違えた。秋か。西野秋、高校2年生、若葉のクラスメイト、入学式前に他高校生にからわれていたところ、若葉と正人に助けられ、以来仲良くなる。おっとり系天然種、ノリはいいが分別はわきまえている。一番怒らせてはいけないタイプ。なるほどね。あ、林先輩、高校3年生、若葉たちとは同中学校出身、やや天然気質。生まれながらの不運体質で若葉たちが絡むと、断るごとに事件に巻き込まれる。林が歩けば穴に落ちる。かわいそう。ひろゆき、南雲ひろゆき、若葉のクラスメイト。若葉たちとは最近知り合ったが、馬が合うらしく、よく一緒にバカをやっている。勉強はさっぱりだが、運動神経はいい。サッカー大好き。巻き込まれ不運体質、来世に行きたい。来世かい。青山いつき、若葉のお兄ちゃん、20歳社会人。思い立ったそこを動画元で、その結果周りを巻き込むもの。よく言えば好奇心を悪く言えばトラブルメーカー。もう兄弟そっくりやん。お、芹沢雅人。生まれた病院が同じで、現在に至るまでずっと腐れ縁。突飛な行動をする若葉に振り回されているが、それも一興と達観している。あ、確かに。そうやね。一番大人な感じしたもんね。あ、一応部屋も探索できるんや。探索いうか、一言コメントみたいな。ラジカセ、あー。あとはなんか探索できるかな。ゴミ箱はない。マッキントッシュ、マッキントッシュかい。マックか。マック、で、よし、これでいいかな。はい、というわけで、今回は不完全犯罪を全編関西弁で、関西弁というか僕の喋りでやってみました。というわけで以上、ミツキックバスターでした。次回の動画でお会いしましょう。それでは、バイバイ。またね。最後までご視聴いただきありがとうございました。お帰りの際は画面下のチャンネル登録ボタンを押してください。あるいは高評価やコメントよろしくお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。